グエン・チィータンは、ベトナムの軍人、政治家。本名は、グエン・ビン。フランス統治下の1914年、ドゥアティエン・ショー・クアン・ディエン県ニエムポー村に生まれる。1937年7月、インドシナ共産党に入党し、同年11月に、ニエムポー支部書記となる。第二次世界大戦中は、その大部分を、フランスの刑務所に投獄されて過ごした。 1945年8月、トゥエンクアン・ショー・タンチャオで開催された、党第2回全国会議において、第1期党中央委員に補選される。対戦後は、ベトナム労働党南部支局で働いた。また、対戦直後に勃発した第一次インドシナ戦争では、ドゥアティエン・ショー委員会書記、ビンチティエン・文句委員会書記、第4連クンク委員会書記を歴任し、 1950年7月11日に、ベトナム人民軍政治総局主任に任命された。1951年2月には、第2回党大会において、党中央委員及び、党政治局委員に選出され、党内序列第7位となる。1959年8月31日、ベトナム人民軍大将へ昇進。1 9六十年九月、第三回党大会において、 党政治局員に再選し、党初期局初期を兼ねる。1961年1月23日、第3期党中央委員会第3回総会において、党中央軍事委員会委員及び党中央農村工作委員会委員長に任命。ついで勃発したベトナム戦争では、1965年から1967年まで、南部中央局で作戦立案や、 軍式などに携わった。彼は、ベトナム戦争最大の転機となる、テト構成の計画を立案したが、実行の許可を得た直後、心臓発作で死去した。ABCD 大 TNG ウィン CH、トン白石、259ページ。ITNG ウィン CH、トン、2CH、ー m t n g c c c h NHTR。 マウエムシークワクワンアイニアンダーンビトラム。ベトナム民主共和国主席令122号第2期党、中央執行委員会。ベトナム民主共和国主席令036号第3期政治局、第3期党中央初期局職務配置問題に、関する1961年1月23日の、第3回中央執行委員会会議決議第6号。ありがとうございます。